山形県の中央でいわゆる盆地の西端に位置するところです。でこの水も月山朝日の冷たい水がかかる佐賀川の水、きれいな水で作っているというのが一番特徴なんですかね。砂浄土というようなこともあって、あまり収量は取れないんですけども、その代わり味のいい米が出るというのはもう前々から仙台からそういう地帯なんです。佐賀市とあと佐賀 JA 佐賀西村山という組織の中で厳選つや姫というものを取り組んでおります。肥料の窒素成分も制限されますけれども、その中で 50% 以上有機質と、農薬の方も山形県内の地域で使われている成分の2分の1以下と、またビラージュという、そこではつや姫の補助を集団化しまして、自分たちだけが作った米でなくて地域住民の方、また小学校の生徒、サポーター、あと農家と行政、農協、みんなが一体となって作ったお米をお客様に届けようという、それが一番の特徴かと思います。お盆明けもう少し涼しくなるんですけども、この通り晴天で真夏日も続いていますけれども、見てもらうと分かるように今この黄緑の養殖、これが本当に綺麗な色しています。今年最高の米が出るんじゃないかなということを私自身思っております。山形県って米どころなんですよね。だけども山形県のお米って言った時に何ちょっと東京のお客様は知らないんですよね。やはりそこらも農家だけじゃなくて県もみんな感じたと思うんです。でつや姫という品種を出そうと、日本一のお米を作っていただいたんです、品種を県の方からね。それで私ら の生産者 の立場とすれば、それを日本一に育てるっていうのが私らの仕事だと思うんです。目指せ魚沼、追い越せ魚沼というキャッチフレーズで、今の天仙つや姫のワンランク上の米を販売しようと、本当に清涼の揃った美味しいお米を出そうというようなことを計画しております。